はい、どうもこんにちは、ギュイン徳川です。このギュイン徳川は、ご存知の方も多いかもしれませんが、神戸出身なんですよ。神戸言うたらおしゃれな街やねっていうね、印象あるかもしれません。それから、まあ、神戸牛が有名ですね。で、あとは神戸ガールというものも有名です。神戸の一番の繁華街言うたら、まあ、三宮というところになるんですけど、まあそこら辺歩いてる女の子はみんな北川景子ですよ。海と山に挟まれた小さな、港町、僕は、生まれてから36年間そこでね過ごしてきたわけですよ。まあまあいいとこっちゃいいとこなんですよ、うん。でね、そんな町で僕は生まれて育ってきて、急に人生の転機が訪れると。36歳の春に東京に出てきて、亀有という町で暮らし始めるわけなんですけどもね、まあ、そんな中でもね、YouTube をやっていたおかげでいろんな人と知り合うことができて、友達もちらほら増えてきてはいるんです。だからそういう人たちと一緒にご飯行くことによって、すごい僕もね、こちらでの生活っていうのがだんだんこう板についてきたかな、楽しくなってきたなっていう感じなんですけども、その中でもね、もうこれはどうしようかなっていうぐらい、もうすっごいね悩んでることがあるんですよ。たこ焼きなんです。あのね、たこ焼きなんてね、いや別に東京でもあるよって言うかもしれませんよ、うん。だけどね、こちらで言うたら、まあ亀有ですから、亀有アリオというところの、まあショッピングモールがあってですね、まあそこの1階にフードコートがありますと。築地の、銀だこ、うん、そこで作ったたこ焼きにちょっとどうしてもね絶望してしまいましてね、多分ね、築地銀だこでも多分いろいろあると思うんですよ。友達に聞いたら築地銀だこ美味しいよと、ハイボール酒場っていうところをやってるらしくて、出来たて熱々のたこ焼きをあてにハイボールを飲む、そういう素敵なお店もあるみたいで、まあ行ったことないんですけどもね。ただやっぱりチェーン展開をガーッとこう一気に広げてるおかげで、多分ね店舗のクオリティにばらつきがあるんですよ。で多分ね、亀有アリオの、フードコートの築地銀だこは多分ね良くないやと思う。たこ焼きが熱くない、マヨネーズがこのなんていうんかな、このビニールのね、カップラーメンに入ってるみたいな、こんな小袋のマヨネーズをほいって渡されて、もうそれ自分でかけんのみたいな、マヨネーズを、マヨネーズ俺がかけなあかんのみたいな、なんかね、そういうところを一つ一つねこう内察してしまって、もうほんとね、東京ではこれうまいたこ焼き食われへんと思って、でそうなった時にふっと思い出すのがね、大学時代、大阪の阿部の橋というところでよく食べた、山ちゃんというたこ焼きなんですよ、うん。それが本当にねうまくて、もうめちゃめちゃ熱いんです。外側はカリッとしていて、で中はトロトロのジュクジュクなんですけども、ポフポフで膨らんでるみたいな感じで、口にはポイッと入れてしまえるぐらいボールになってる。で入れて噛んだらもう地獄見ますっていうよりは、もうそれがたこ焼きじゃないですか、ね、まず熱が美味しいんです、たこ焼きは。で安い、オペレーションが早い、まあそんな感じでですね、東京で美味しいたこ焼きを食うんであれば自分で作るしかないと、うん、まあ、そういう答えをね出したわけですよ。株式会社竹内っていうね、大阪の千日前のね、業者さんから、買いました業務用たこ焼き器です。段ボールぶなしめじとかなってますけど、これ全然関係ないですからね。よいしょ、うわっかっけ、ピカピカっすよ、かっけ。いい、この説明書鳴らし方っていうのをこうつけてくれてますね。なんかね、プリンターで出したような感じの丁寧なたこ焼き器の鳴らし方という紙がついてますね。うわー重い、この鉄板が重いんだ、鋳物なんですよこれ。うわー、来たー、ふぅふぅふぅ、これで俺も本物のたこ焼きが焼けるぞ。やべーやべー、かっこいいかっこいいかっこいい。ここがガスのホースつなぐとこですね。よいしょ、
やべえ、クソかっこええ。これガスなんですよ。あのよくあるその辺のね、アマゾンとかで売ってるあの電磁調理器のたこ焼き器とはもう全然違います。あのレベルが違います。ガスなので火力が強い。このちょっとこの鋳物のこの鉄板めちゃめちゃ重いですけど、これすっごいな。これが重くてこっち全然軽いわ。中身はこんな感じになってます。ちっちゃいちっちゃいこの穴がね、あの中のこのパイプに開いてるんですけども、まあここから火がボッと出るので、まあ28ミリ18ケツという、まあジャンボたこ焼きが一遍に18個焼けるという、まあたこ焼き鍋なんですけども、まあそれぞれのこのたこ焼きのこの底にまあまんべんなくこれで火がいくということですね。うん、だから完璧にこの油をコントロールしてあげればですね、そら瞬間的にたこ焼きの外側を固めてね、中をじんわり火を通すというような、あの独特の食感の層、うん、を演出することができると思います。今日から始めるたこ焼きっていうネタをね、この今度からちょっと牛品徳川はあの動画でやっていくわけですけども、まあ、とりあえず今日はこの株式会社竹内さんで購入した、業務用たこ焼き器、28ミリジャンボ18ケツメインの僕のまあこの職人機材ですよ、うん、まあこれを開封したまでで終わるんですけどもね。まあこれからどうなるか、2017年はどうなることやら、うん、僕はやるよ。東京に大阪阿部の橋山ちゃんの味を再現してみせます。はい、それではまたお会いしましょう。牛品徳川でした。